お、あれは。誰か、レジス殿、ウエスターを呼んでくるのじゃ。これはこれは、皆様お揃いで。これはどうしたことじゃ。レナを離さんか。嫌ですよ。安心したか。アレン君、そこを通してください。邪魔をするなら容赦しませんよ。レナを離して。お母さん。もう一度だけ言います。そこを通してください。さもなければ皆ひ。みんな、どいてください。アレンはおかしくなってしまった。本当にみんなにひどいことをするかもしれない。しかし…私は大丈夫です。心配しないで。お願い。はじめから素直にそうしていればいいんだ。行くぞ。入るんだ。アレン、なんでこんなことをするの？ひどいよ、お母さんにまで。
少し頭を冷やすんだ。後で迎えに来るから。逃げようなんて思わないことだ。なんとか逃げなきゃ。抜け道があるはずだわ。やったわ。何？ここは？屋敷の地下にこんな通路があるなんて。あ、人が倒れてる。君はレナちゃん、どうして？ボスマンさんこそ怪我してるじゃないですか。私は大丈夫だよ。それよりレナちゃんこそなんでここに？アレンに連れてこられたんです。婚儀がどうのとか、祭壇がどうのとか言ってました。そうか、私はアレン君に頼まれてサルバ坑道の奥に妙な部屋を作らされていたんだ。そう、祭壇をね。アレン君は何かおかしい。時折石を見つめては狂気じみた笑いを浮かべていた。私も恐ろしくなって逃げようとしたが、このざまだ。彼の目的がレナちゃんなら早く逃げた方がいい。ボ
スマンさんを放ってはいけませんよ。私は大丈夫。少し休んだら屋敷に逃げるから。レナちゃんはそうもいかないだろ。この奥はサルバ坑道につながっている。うまくすれば町に出られるかもしれない。さあ、行くんだ。
なの？さすが我が花嫁、自ら懇儀の場に足を運ぶとは。いや、レナ、仕方がないな。あれほど逃げられないと言っておいたのに。アレン、どうしちゃったの？以前のあなたはこんな人じゃなかった。そうだね、僕は変わったんだ。この石の力を得て。もういいじゃないか。さあ、儀式を始めようか。レナ！それ以上近づかないでもらおうか。お前がアレンか。自分が何をしてるのか分かっているのか。早くレナを離すんだ。嫌だね。今は神聖な懇儀の最中なんだ。これから僕らは一つに。邪魔をしないでもらおう。さあ、レナ。いや、クロードさん、助けて！やめろ！一方だけが望む懇儀などありえない。一方だけ？それは間違いだ。僕らは愛し合っている。愛し合っているんだ。愛して。アレン、愛して。
まずい、敵だ。負けないわ。油断するなよ。これでどうだ。これでどうだ。まあまあだね。レナ、大丈夫かい？はい。レナ、彼は一体。アーリアに来た時から何かに取り憑かれているみたいでした。しかし人間があんな姿になるなんてどういうことなんだ。アレン、優しい人だったんです。レナ、一体どうして？まだ息がある。
ここは。あ、レナ、どうして君が。何のことだい。なんだか頭が痛いんだ。ぼーっとする。それになんだか長い夢を見ていたみたいだ。どうやらあの石が全ての元凶だったみたいだね。石がなくなったせいで。でもよかった。とりあえず屋敷に戻ろう。話はそれからだ。僕がそんなことを。そうよ、大変だったんだから。ダメだ、全然思い出せないよ。僕があんな祭壇をボスマンさんに作らせていたんですよね。そうなんだ。2週間ぐらい前かな、依頼を受けたのは。今考えてみると、その時からもうアレン君は変だった。なんだか上の空というか。おそらくあの石のせいでしょう。あの石から発せられる何らかの力によっておかしくなったんだ。確かにそうなのかもしれない。あの石を初めて見た時、なんだか妙に気分が高ぶる気がした。自分のすることに間違いがあるはずがない、そんな感じで心が満たされて。その後のことはよく覚えてないけど、その瞬間だけははっきりと覚えてる。アレン。レナ、すまなかった。いくらいし、ううん、いいの。元のアレンに戻ったんだし、あんまり気にしないで。ありがとう。
レナ、そろそろアーリアに帰ろう。お母さんも心配しているよ。僕はサルバのみんなに説明をしなきゃな。分かってもらえるかは分からないけど。レナ！改めてお礼を申し上げなければなりませんな。一度ならず二度までもレナを助けていただいて。いや、お礼を言われるほどのことではありませんよ。結局、今回の事件は何だったのでしょうな。本当にサルバ坑道の奥で発見された石のせいなのか。そうとしか考えられません。石が壊れてなくなった途端、アレン君が元に戻ったんですから。おかしくなって魔物になる。まるでソーサリーグローブみたいな石ですね。確かにそうじゃな。もしかしたら何らかの関係があるやもしれん。ソーサリーグローブか。ちょっとそんな気がしただけです。あまり気にしないでください。しかし、あの後サルバでは大騒ぎだったようです。アレンのこともそうですが、勇者のことも。
すみません。注意されていたのに。いや、責めているのではありません。あなたはレナを助けるために一生懸命だったのでしょう。ただ、隠すにはあまりにも広まってしまった。そうですか。クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってはいただけませんか。非常に身勝手な願いであることは分かっています。ただやはりあなたしかいないと思うのです。アレンのこととも無関係ではない気がします。アレンを救えたあなたならば。クロードさん。わかりました。やってみましょう。それでは。前にも言いましたが、僕は勇者ではありません。世界を救えるなんて大それたことは考えていませんよ。ただソーサリーグローブを調べることで僕に有益な情報が手に入るかもしれない。自分の利益とみんなの利益が一致するならやってみてもいいかな、そう思っただけです。
ありがとうございます、クロードさん。我々もできる限りお手伝いいたします。はい、どこまでできるかは分かりませんが。クロードさん、私を連れて行ってくれませんか。レナ！今村長様が言いましたよね。私もお手伝いしたいんです。でもレナ、危険だよ。それは分かっているつもりです。でも私も全く役に立たないことはないと思うんです。クロードさんはこの大陸のことよく知りませんよね。案内役は必要だと思います。私の力役に立ちませんか。そんなことはないけど、でも。村長様も何か言ってやってください。いや、クロードさん、レナの望み通り連れて行ってやってはもらえませんか。レナはきっとあなたの旅の役に立つでしょう。どうかお願いします。わかりました。でもお母さんの了解を得てからだよ、レナ。そうじゃなければ連れて行かないからね。はい、わかっています。ではまずクロスに行くとよろしいでしょう。あそこは大きい町です。何か手がかりも見つかるでしょう。最近は随分冷え込むようになったわい。レナ、気をつけて帰るんじゃぞ。大丈夫ですよ。私の家はすぐそこなんだから。
惑でしたか？一緒に行くって言って。いや、そんなことはないよ。あの、私、なんじゃ、まだ帰っておらんかったのか、レナ。おやすみなさい。お帰りなさい、レナ。ただいま。あのね、お母さん。うん？何？クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってくれるって。あら、本当に？うん、それでね。私もクロードさんと一緒に行こうと思うの。レナ、そんな、なんで？いくらクロードさんでもたった一人じゃ大変だと思うの。土地勘だってないんだし。
でも、レナ…ううん、違うの、お母さん。私ね、本当は…夜分遅くすまない。ウェスタヤ、ちょっといいかの。はい。私、ちょっと外の空気を吸ってくる。